はい、今回ですね、ルイスレーザーの動画です。はい、前回作り直してもらって、無事終わったと思ったんですけども、まあ、その後ちょっと この袖のね変更がされてなくて、もう一回実は作り直してもらったんですよ。でもうめんどくさくてその動画撮ってなかったんですけど、そこからもう3か4ヶ月ぐらいかな経ってやっと出来上がってきて、はい、無事、はい、手元に届きました。ただ前回は色落ちこすって全くしなかったんですけど、今回は色落ちがまたひどいんですよ。でもうベジタブル担任試しはそういうもんなので、しょうがないとは思うんですけど、1回目作り直してもらった時はその色落ちがすごいってことで作り直してもらって、で2回目はもう色落ちしない答えを選んでもらってってことで色落ちしなかったんですね。で今回作り直してもらったらまた色落ちするんで、でもうめんどくさいんでもういいかなと思ったんですけどで、あとそれと結構Twitter の、DM とかインスタの DM とかに色落ちってどのくらいされますかってコメントが何名の方からか問い合わせいただいたんで、はい、それでちょっと今ちょっと実際どのくらい色落ちするのかなと思ってお見せしようと思います。はい、だいたい、そうですね、まあティッシュ、はい、ティッシュ取ります。はい、で、濡れてないティッシュ、普通のねティッシュね、はい、でこれで例えばこのねこういうコス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 こうやってミックスで、こんな感じですね。見えますか？力入れないで軽くこすだけですね。で乾いたティッシュでもう数回こういう風に軽く上から一箇所ずっとこうやってるんじゃなくて、もう全体的にこういう風にやっただけでね、こんななんですわ。わかりますか？もう白い服には到底着れないレベルですね。これ今期待してるのが、こうやってこすってるとなんか色落ちしたくなるのかなと思って、なんか毎日適当なところこすってるんですけど、やっぱりダメですね。で結構もう手が黒くなりますね。はい、もうこんなレベルなんですよ。はい、分かりますかね？ちょっとできそう、このぐらいになります。画像で見るより実際に見た方が黒いですね。ちょっと伝わらないかなと思うんですけど、もう全然力入れてもしてないですね。もう見てわかるこういう感じで、まあ擦れば擦るほど当然のことながら、ね、黒くなっていくのはねわかると思いますけど、このぐらい色落ちますね。なのでもう来た後にちょっと触ってみて擦ってみたんですけど、もうタグも外さないでもうこのままかけてしまっています、ね。もうちょっと3回目の作り直し、一応ね検品もしてるって言うんですよ。ただこれで検品してる、色落ち大丈夫ですか、色移り大丈夫ですかって言ったら、大丈夫です検品もしましたって、これで検品されてるっていうとね、ただそのベジタブルタンニンナメシの特性って言われてやっちゃうとね、ただもう一個別のファイヤーなんですけど、エンメティのところのベジタブルタンニンナメシのやつあるんですけど、それは全く色落ちないですよね、こういうシープスキンのね。はい、ちょっと持ってきて比べてみましょうか。はい、少々お待ちくださいね。はい、これがエンメティの同じねシープスキンですね、これね。はい、じゃこれちょっと適当にティッシュどこ行った方かよいしょ。もう前回はこすって落ちなかったんですよ。まあ、多分皮質が違うんでね、あれだと思うんですけど、こっちの方がだいぶほら全くつかないですけど、結構力入れてやってもほとんどつかないね。でもう一個昔のハーレーのやつもあるんですけど、私の持ってるそれも落ちないんですよベジタブルタンニンナメシだから落ちるっていうのは、まあ特性上あるとは思うんですけど、
まあちょっとなかなかどうして厳しいものがありますね。はい。では前回の、前回のその作り直しの時には全く落ちなかったので、あれで袖丈がなかったら完璧だったんですけど、はい、この顔落ちますね。なのであの、まあ、またちょっとルイスレザー、あの物自体はすごくいいんであれなんですけど、あの結局日本で、あの私もこれそのメールのやり取り してて知ったんですけど、あのルイスレザージャパン原宿になるところは窓口なんですよ。で作ってんのはイギリスなんですよね。だからイギリスが良くないその辺はちょっとあのベジタブルタンニンナムシの顔をレザーを選ぶれる方は気をつけた方がいいですね。で色移り嫌だとか中に白いシャツ着て着たいっていう人はあのクロムナムシ のホースハイドとかカウハイドとかあの辺の皮を選んだ方がいいですね。はい。私なんでそのシープスキンこれ選んだかというと、柔らかくて軽いでかつその風通しにその防寒性が意外とシープは高いってことで、あとこのこれがこのライニングが黒いナイロンなんですけど、この目からこの通って粉も出てくるんで、ここもあの赤いキルトのやつの方中綿入れのにした方がいいかと思いますね。色移り嫌な方はね。はい。でこれは選べるわけじゃないんで、オーダーするとき吊るしのやつを買うとったりね、中古のやつ買うときは選べるんですけど、でもまあ普通に考えてそのなんか他の革ジャンとかでもっとひどいのありますよっていう、もっと色落ちをひどいのありますよとかいうのを聞いたんですよ。ただそれって商品としてどうなんですかね。例えば実際その同じ私と同じ仕様でその全く色落ちしないです私はみたいなのがあって、でも結局その当たり外れ個体差があるんでしょうがないですかねみたいなことをおっしゃってる方がほとんどですかね。で色落ちすんなら着ないとかね。ただその自分に色移りする分には自分が我慢すればいいわけですから問題ないんですけど、例えばこれ電車乗って人に移しちゃった時に、なんですかあなたこれって言われた時にどうすんのかなと思って、いやこれはベジタブル担任なめしなんで、あのそういうもんなんですいませんって、は知らんがなって言われておしまいだと思うんですけどね。なので、かなり気をつけた方がいいと思いますね。はい。なのでちょっとホースハイドでもう一個作り直そうかななんて思ってますけどね。ちょっとただかなりストレスですね、このルイスレザーに関しては、このルイスレザーのこのシープスキンに関してはね。なのであのこのぐらいね、あの落ちちゃうってことです。はいこれぐらい落ちてもまあいいやっていう方とか、あといやいやあの私も中黒しか着ないんで全然色落ちしても構わないですっていう方いたらね、それはそれでいいんですけど、ただあの手とかもねこう触ってるとこう黒くなるんで、なかなかちょっとその辺がちょっとストレスかね。なんかいい洗ったら落ちなくなるんですかね、クリーニングとか出して、なんかこううん、なんか悩ましい。せっかくいいものなんで、例えば20何万出して色移りして、それはで色移りして何でしょうじゃあ作り直しますって言って作り直してもらって色落ちしなくて、もう一回ね袖丈がミスで作り直して今度色落ちすごくして、それは特製ですって通っちゃう世界っていうのは普通のビジネスとしてちょっと考えにくいんですよね。あんまこう趣味嗜好品独特ですよね。検品してるっていうのはね、ちょっとなんかね、あんまり信用性がないというか、あとメールのやり取りしてて、なんか紳士じゃないんですよね。なんかめんどくさそうに帰ってきてるし、そもそも帰ってこないんですよ。問い合わせないと。で納期を指定して、なんかね、1ヶ月か2ヶ月で届きますって最初言われたんですよ。2回目の作り直しも。で、2ヶ月過ぎても連絡がないんですよ。で、問い合わせたんですけど、それに対する連絡もなくて、もう一回飛ばせたらやっと帰ってきて、なんか今なんかコロナの影響でうんぬんかんぬんみたいな、4月の末になりますみたいな。で、4月末になっても連絡がなくて、でもう一回飛ばせたらなんか5月中にはみたいな。なんかどうなんですかそういうのね。まあ嫌なら買うなの一言だと思うんですけど、いやあの、お金払ってるんで、先に。
その辺がね、普通のビジネスマナーとか、なんか、それをルイス・レザーに求めちゃいけないんでしょうけど、だったら後払いにしてほしいね。先払いでそれは汚いよね。で、なんかね、芸能人が今割と来てるじゃないですか。あの、エガちゃんとかクッキーさんとかね。で、私の方が多分先頼んでるんですよ。でも芸能人の方が先出来上がってくる。まあ、物が違うんで何とも言えないですけど、なんかその辺のところ、だから連絡がない。あのね、あの、指定した納期に連絡がないっていうのがそもそもなんか感じ悪いですよね。ちょっとね、話がだいぶ逸れちゃいましたけど、はい。一応あの、どのくらい浪費するんですかっていう方がね、知りたいってことで、あの、やってみました。はい。こんな感じでございます。はい。ご参考になれば。はい。一応あの、概要欄の方に、ルイス・レザーのリンク入れておきますので、ご興味があってね、ご納得の方はご覧になってみてください。あとね、この動画別にその、ディスってるわけじゃなくて、あの、同じ困ってる方とか、あと、悩んでる方、どういうふうにオーダーしたらいいのかなとか、どのくらい映すのかなという方の初心者のためのなんか注意喚起とか参考動画になればいいと思っております。はい。私もあの、これ色落ちしなかったらもう絶対来ますし、あの、もう一着クロームで作ろうかなと思ってるぐらいなので、ルイス・レザーは大好きでございます。はい。対応は置いといて製品は好きです。ただ今ちょっと厳しいかな。うん。はい。てなわけで、モチベーションアップのためにね、チャンネル登録とグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、各種 SNS やってます。Twitter、Facebook、Instagram、概要欄の方にリンク貼っておきますので、お気軽にフォローいただければと思います。はい。今回は、はい、ルースレーザーのね、革ジャンの色移りについての動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。